次に相続税についいてお,お話ししたいと思います相続税とは、亡くなった方の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産相続総額となる金額が大きいとかかる税金でございます。今回の税法改正においては、この相続税は主要な改正はないと理解しておりますが、政府に問いただすというより、今後、相続税制度の改正の議論のときのために、主税局にお話を聞いてみようというのが目的でございます。 2点ほど主税局にお聞きしたいいと思います言うまでもなく、我が国では少子化が進展しています。相続を考えた場合、相続財産を分割すべき子どもの数が減少していることで、相続財産が分割される数が少なくなる。つまり、相続を受ける者にとって、相続できる財産の割合が従来より大きくなる。 そうなると、単純に考えると、相続される財産の額が時代の経過とともに大きくなっていると考えられますが、いかがでしょうか財務省、矢野主税局長。 お答え申し上げます相続税の課税対象とならない方々を含めました、まあ、9割以上いらっしゃるわけですけど、そういう方々を含めました、日本全体の遺産額ですとか、相続人数という、相対としてのことについては、課税当局、把握をしておりませんので、そこは何とも申し上げられませんけれども。 一方で、昨年9月に取りまとめられた政府税制調査会の答申でも指摘をされておりますように、非相続人1人当たりの遺産額にもよりますけれども、委員ご指摘のように、出生率低下に伴う相続人数の減少ということは、相続人一人一人,人が非相続人から引き継ぐ財産を増加させる要因になりうると考えられます。 浜田聡君ありがとうございます相続税が大きくなるのに、相続税をいじらないでいると、単純に考えれば、経済格差の拡大につながる可能性があるかもという発想でした。格差拡大といっても、いろんな要因があると思いますので、まずはご答弁いただいた内容をもとに考えてみたいと思います。次に少し抽象的な質問となります。税の制度をどうするかということに関しては、立法府の国会議員が主体的に考えるべきであるとは思います。 ただ、相続税一つ取ってみましても、最高税率であったり、基礎控除、負担割合など、さまざまな要素を考える必要があり、非常に複雑です。そこで、主税局にお聞きします。内国税制度についての企画、立案を業務としている財務省主税局による相続税に限らない話なんですが、税制度の決め方について考える上で重視している考え方があれば、お伺いいたし矢野主税局長。これは、まあ、今、委員もご指摘にされましたけれども、 憲法上の三大義務の一つとされる納税の義務そのルールを決めるものでございますし租税法律主義ということで国権の最高機関でお決めになられることですので事務屋としてあるいは政府の一部としてあの財務省主税局がどういうふうに 税の決定プロセスがあるべきなどということを口にすること自体僭越だと存じますあのそれはもうまさに選出された国民の代表者の間で国民の総意を決めていただくということに尽きると存じますあ,のあえてあえてと言いますか申しますとそれはあの、まあ、当たり前のことですけれど税に関しましては価値観住人問いろとも言われますので あのどうしてもこれが絶対正しいということはないと存じます。で、そういう意味でもより私ども事務方といたしましてはしっかりとあの国民の皆様の 考え方、あの幅広く耳を傾けて、あるいは先ほどご議論もありましたあの国際ハーモナイゼーションといったことも、実はこれはものすごくあの思う以上に不可避の要素になってますんで、そういったことも含めまして、あの何が垂直的公平か、何が水平的公平か、何が中立か、何が効率的で簡素かといったことをあの幅広く考える上で、あの多くの方々の ご所見に耳を傾けていきたいと、われわれの分際としては、そう心得ております浜 <laughs> 田聡君。ありがとうございます。相続税は財源調達能力の面では、所得税や法人税といった期間税に比べるとかなり低く、令和元年における税収額はおよそ2兆円台、また国税の構成費で考えても平成30年現在で約2.2%にとどまっています。 学者経済学者の意見を少し紹介させてもらうと。 岩崎正明さんによると、所得、資産、消費にバランスの取れた税制を築くべきであると言えても、相続税は臨時的税収で予算の立てにくい性質を持っているから、国家の税収全体に秘める比重はそれほど高めるわけにはいかないであろうと言われております。また、佐藤秀明さんという方によると、相続税は税収を期待されず、むしろその社会効果を期待されて存在している以上、大きな税収を上げ、社会的にも大きな影響を有する期間税がどのような ものでありそれとの関係をどのように整合的に保つかということが重要な要素であると言われておりますといった感じで相続税に関しては国税の構成比が小さい税ではありますが税理士試験ではそれなりの存在感のある科目とも聞いております税理士会の意見を知らずに無責任なことを言わせてもらえば消費税のように政治的な焦点にはなりにくいと思いますがだからこそこういう機会に取り上げてみたいと思い、思って話題にさせてもらいました 次に国立大学運営交付金についてのお話をさせていただきます。昨年11月7日の参議院財政金融委員会で熊野委員も中心、文部科学省に質問をされていますが、ここで改めて取り上げさせてもらいます。少し研究者の声を紹介させてもらいます。国立大学運営交付金は、若手の研究者の安定したポストの数に直結しますので、若手研究者には死活問題です。 2004年の法人化前の水準にできるだけ戻していただきたいというのがお願いです安定したポストがないため若手研究者は短期間で確実に論文が書けそうなネタに飛,飛びつくしかないちょっと遊んでみようという研究ができませんしかしこのような遊びのような学,面学問的自由のある研究こそがイノベーションの媒地になると思っています というわけで、このように将来の成果についてすぐに芽が出るとは限らないものの、国の科学技術振興の観点から長期的視点では非常に重要なものとして予算配分を考える必要があると思います。そこで、主計局にお聞きします。国立大学運営付近は 最近でではは下げ止まままっっててていいいいすすのでそのそ点については頑張っていると思いますただ、今後、これを上げていく方針があるのかどうか、またこの運営交付金以外での支援方法を組み合わせて、研究者支援を研究しているのかどうかお聞きします財務省坂田主計局次長。お答え申し上げます。若手研究者による研究支援については、財務省としてもこれを推進していくことは重要であると認識しております。 今あの委員御指摘の国立大学運営費交付金などを通じ基盤的基礎的な研究を支えるとともに競争的資金により研究に専念できる環境の確保にも配慮しつつ健全な競争環境下で質の高い研究を促進していくことが重要というのが基本的考え方でございますこうした観点から少し予算をご紹介させていただきますまず国立大学運営費交付金については実績に前年と同水準となる一兆八百七億円を計上していると その中でも若手研究者の積極登用などの改革に取り組む大学への支援の重点化を図ることとしております。それから、課金費でございます、研究者の自由な発想に基づく研究を支援する科学技術研究費助成事業ですが、これは若手研究者への重点化をしつつ、前年度2億円増となる2374億円を計上しているところでございます。それから補正予算にもご紹介させてください。 元年度補正予算でございますが若手研究者等に対し研究に専念できる研究環境を確保しつつ最長10年の安定的な支援を行う創発的研究支援事業を創設しこれに500億円を計上するなど えー、若手研究者支援、えー、基盤的基礎研究について、えー、できる限り配慮させていただいたところでございます、えー、こうした予算が効率的、効果的に活用されることで、研究力が向上をしていくこと、イノベーションが多く生み出されることを期待しているところでございます浜田聡君、はい。ありがとうございます。えー、私事ですが、財政金融委員会に所属している関係で、えー、財務省に関する本をいくつか読ませていただきました。<laughs> そこで共通するのは、財務省は官庁の中の官庁、その中でも予算編成権を持つ主計局の権力は絶大ということでした。そういうことであれば、ある予算を増やしてほしい場合、この委員会で主計局に訴えれば降格でいいやないかと思うわけで,はで,きですが、いかがでしょうか。<laughs> 佐主計局次長大臣山本先生あ なんていうのかね、当選して新人としての質問としてはけうらぐらいかっこいいですよ今の質問は。そんなこと質問したい人一人もいませんから今まで。ね 思っててみんな愚痴愚痴グジ思ってないやや死刑のやろうとかみんな思ってるわけですよねそれでいながら正面来てあなたみたいに言った人いないから大したもんそれはもうそれ認めてあげますあったらこのどうやってやるかって言っ死刑の高田一人でポロポロもロやってるかってそれほど偉くないんですよ <laughs> あのですからあのそれはなかなかそんな思ったように簡単にできる話じゃなくてそれはみんないろいろいろ,いろな人がいろんなこと言ってもらいますんで練り練ってやると出てきますんでそう一人に権威が集中してできてるというわけではありません。 浜田佐藤君あど,どうもありがとうございますちょっと答えにくい質問だったようで、えーまあ、それでも答えていただいてありがとうございます、はい